君の合格にフォーカスチャンネル。さあ、ということで今回はフォーカス元著者たけちゃん先生による夏休みにやるべき勉強法をお話しいただきます。お願いします。はい、受験生にとっては、まあ、入試の天王山って言われてる夏休み、うん、それから1年生2年生にとってはですね、一息ついた、まあ、夏休みということで、うん、じっくり勉強できるっていう大事な夏休みにやってきました。高田先生、夏休みちなみに高校生の頃どんな勉強したか何か思い出ありますか？部活が夏休み前にもう終わってたので、うん、学校で使っていた応用問題集っていうんですか、うん、はい、はい、教科書にこう連動した問題集の問題をもう何週も何週もやってましたね。基礎固めで問題を見た瞬間に回答がすぐ思い浮かぶぐらいまで10週ぐらいやった気がしますね、あ、すごいですね。はい、そんだけやればすごい力つきますよね。で、今高田先生がその繰り返し復習っていう話をしてくれましたけども、うん、まさにですね、夏休みっていうのはその復習定着をするということが大事な時期です。で、その前にですね、学力を向上するときには基本的には2つしかないというお話をしてます、はい、1つはですね、まあ、できなかったものをできるようにするってことです。自分ができなかったものをできるようにするっていうことですね。でも、まあ、他の人がもしかできてたとしたら、できないものができるようになったら、まあ、やっとそれで人に追いつくっていう感じですよね。だからそれに加えてもう1つはですね、できるを増やすと。この2つのポイントが実は学力向上のもう秘訣だなというふうに思ってます。でですね、今回夏休みの学習については、まあ、この学力向上の2つのポイントでいくと、どっちかっていうとこの1の視点ですね。できるを増やすっていうのはどういう？それはですね、基本的な問題もほぼ完成してると。だからさらに問題集の難しい問題、さらには受験生だったらもう受験問題にチャレンジしてみるとかですね、うん、まあ、教科書ができてるんだったら応用問題集ができてる、応用問題集ができるんだったら入試問題にチャレンジしてみる、まあ、そんなようなイメージですね。はい、でですね、もちろん2つやれれば一番いいと思うんですけども、やはりこの夏休みっていうのは普段の、まあ、学校生活に比べると基本的には、まあ、授業がないっていうことですよね。まあ、進学校とか学校によっては補習があるっていうことあるかもしれませんけども、でもまあ普段の日常に比べるとじっくり自分の時間が取れて一つのことに腰を押し付けて勉強できるということだと。そこで今日はですね、夏休みに一番を克服するために竹ちゃん先生おすすめのですね、作品勉強法というですね、お、どうですか、聞いたことないじゃないですか？ないですね。ないですね。先ほど竹ちゃん先生も思いつきましたのでできたてほやほやの、はい、ね、はい、本邦初公開のですね、はい、作品勉強法というのを紹介します。ただ名前はですね、もちろん今できたてほやほやなんですけども、実竹ちゃん先生がですね、高校の先生やってた時とか、まあ、塾とか予備校の先生やってた時には、こんな勉強法をですね、受験生にお勧めしてたので、もう実証されてる効果的な勉強法なので、お勧めしていきたいと思います。はい、その名前がですね、名付けて作品勉強法と。本当はちょっと漢字で書きたいところなんですけども、ちょっと書けないので作品勉強法と。作品って高田先生聞いたことあります？例えば予言定理って調べたら、うん、その予言定理に関する問題だったり説明が何ページに載ってるかって書いてあるやつですよね、うん、そうですよね。まあ漢字で書くとこんな感じになるらしいんですけども、だいたい教科書とか参考書の終わりラストについてますね。で、今高田先生が言ったようにだいたいあいうえお順になってるわけです。作品漢字違くないですか？作品の漢字違いますか？部品の感じが、あ、ちょっと違いましたね。一本余分でしたね、これは。こうですかね。そうですか、はい、こうですね、はい、ということで、漢字をしっかり勉強しましょうということですね。はい、最後はまであげよう順で載ってるわけですよね、はい、で例えば野行でしたら、例えば予言定理なんていうのが出てるわけです、まあ、例えば作業のところに制限定理なんか出てるわけですね。同時にですね、これ何が書いてあるかっていうと、例えば35ページとかページ数が書いてある。ちょっと予言定理って何だったかなって言った時に、辞書代わりにですね、よく使うことがあると思います。この作品というのは非常に使えるものであって、どんな風にやるかというとですね、S1A から教科書の作品を見ていくわけです。制限定理といったときに、きちっと定義がいる。三角形 ABC の対辺を ABC とし、代接する円の半径をラージ R としたときに、sinA 分の A イコール、sinB 分の イコール、sinC 分の イコール 2R というふうにきちっと言えるんだったら、それは OK です。ところが予言定理が、予言定理って、A の2乗イコール、B、あれ足すだったかな引くだったかな、まあありますよね。そういうちょっとでも曖昧なやつっていうものは、これはもうペケをつけるわけです。で、そのペケに対してですね、一個一個教科書にも戻って、一個一個チェックしていくと、ずっと何回も言ってますけども、共通テストでは定理公式を覚えるだけじゃなくって証明が大事でした。だからこのチャンネルでも何回もいろんな証明をやってきましたよね。だから制限定理も先ほど言ったような内容をきちっと言えるっていうことと、もう一つ円を書いて直径を引いて角 A を円周角で写してとかっていうやり方2通りぐらいやりましたね。その証明のアウトラインがパッパッパッと口で1分以内に言えれば合格です。ところがどんな証明だったかなというふうに思い出せなかったら、それもやっぱりチェックの対象になりますよね。まず自分の忘れてる、分からないもの×を全部洗いざらいに、まずは抽出するということです。
ちゃんと証明まで含めて理解できたら、まあ、これをまあ消していくと。それをですね、まずは 1A の順番で一個一個やっていく。で、まあ、これ大変そうに見えるかもしれませんけども、意外と皆さん覚えてることの方がやっぱり多いですからね。だから意外とこの忘れてるものっていうものは、そんなに思ったほどたくさんないので、ちょっと迷ったら×にしてやっていけば、曖昧なところが全部わかりますから、ね。実は、自体はそんなにあれですもんね、ページ数もたくさんないですしね。はい。で、本当に定義だけ言うなんていうところは全然大して、例えば組み合わせとか順列なんていうものは、異なる N 個のものから、何個か選んで並べる順番の総数とかっていうふうに言えればいいわけですからね。で、まあそこに NPR とかっていうような公式なんかを入れればさらにいいですけどね。すぐ言えるもの、外接円とか、外心なんて外接円の中心でおしまいですからね。それから円順列なんて言っても、それは円形並べたものの並べ方の総数、まあそのくらいでいいですよね。N 個だったら N-1 の階乗とかね。はい、そうです。公式がある。だからまあその辺だったら結構皆さんクリアできると思うんですよね。そうですね。だから意外とそんなにたくさん出てこないので、自分の本当に心配だなというところを中心に上げていくと。はい、で、まず教科書をチェックしますよね。で、そうすると教科書っていうのは大体定義とか証明ぐらいがあって、まあ、そこに例題が付随してるのもあるんですけども、定義と証明だけでおしまいっていうのも結構あります。うん、で、それだけだとやっぱり実際問題を解くときになかなか使えないっていうのがあるので、今度は今教科書で作品を調べてチェックするっていう話をしましたね。それが終わって教科書で×がこう丸になったらですね、今度は参考書フォーカスゴールドに行ってください。うん、でフォーカスゴールドにも同じようにこの作品っていうのがあります。うん、つまり教科書で例えば予言定理っていうものをチェックして、これが×から丸になったら、今度はフォーカスゴールドの予言定理っていうところの作品に行ってください。うん、そうすると例えば125ページとかって書いてありますね。うんうん、でフォーカスゴールドは必ずもう問題が例題なんとかとセットにこうくっついてますから、だから今度はフォーカスゴールドの予言定理の作品から問題に行ってこの問題を解くということをやると、実際問題を解くという作業も入ってきますからね、定着につながるということです。作品っていうのは、教科書とそれから参考書に載ってる、この2つに載ってるっていうのは実はすごい強いんですよね。だから教科書で基本的なところを証明とか定義ことはしっかり押さえて、でそれが本当に使えるかどうか、やっぱり定義が分かってると問題が解けるんだなってことは多分実感できると思う。逆に言うと定義曖昧だとフォーカスゴールドのところに行っても解けないと。だからそこの土台をしっかり教科書を押さえて、フォーカスゴールドの問題を解いていくっていうですね、その2段階の作品勉強法っていうものを使っていくことによって、で忘れてるもの、思っていれば苦手なものがどんどんできるようになってきますからね。この作品勉強法っていうのはおすすめです。作品、フォーカスゴールドの方で見てみると、用語の説明のページが記されているって感じですね。あ、そうですね。最初のまとめのところがそうかもしれませんね。はい、それからもう一つはですね、最初の方の例題のタイトル一覧っていうのがあるんですね、フォーカスゴールドは。はい、その中で予言定理っていうキーワードを拾っていけば、予言定理に関する問題が、例えば予言定理の基本とか、制限予言の融合とかですね、問題に一個一個タイトルだけの一覧表っていうのがフォーカスゴールドにありますから、そこと、作品を絡めながらやっていくと、作品に対してすぐ例題が見つかると思います。なるほど。はい、そこまでいくとかなり、充実した勉強法ができると思いますね。そうですね。はい、教科書でまずは定義とか、公式の内容、証明あたりをしっかりと押さえて、でそれに付随したフォーカスゴールドの問題も解いていけば、これ盤石ですね。そうですね。できないものをできるようにするっていう話をすると、これ苦手な人がやる勉強法かなと思うかもしれませんけども、これはそんなことは全くなくって、得意な人でもいざ作品に一個一個当たってみると、意外と自分の言葉で説明できないと、証明が1分でアウトプットできないってものいっぱいあると思います。だから苦手な人は×印がちょっと多めになるっていうだけのことであって、もう苦手な人から超得意な人まで本当に使える勉強法なので、ぜひこの作品勉強法っていうのを夏休み中に徹底してやってもらえれば、もうかなり数学に関してはできないものからできるようになるというこの流れですね。これがちゃんと克服できるんじゃないかなというふうに思っております。はい、ということで、ぜひ皆さんこの作品勉強法で夏、皆さんのこの数学の実力をできないからできるに引き上げていきましょう。でまたこの2番のことはですね、じゃあどうやってできるものを増やすかなんていうのはまた次の機会に話していきたいと思います。はい、ということで、できるを増やす勉強法についてもこのチャンネルで発信していこうと思いますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。ということで、金の語学にフォーカスチャンネルでは、フォーカスゴールド著者たけちゃん先生によるフォーカスゴールドを使ったね、勉強法だったり授業だったりをお届けしていきますので、受験生我々も全力で応援しております。ですので皆さんもこのチャンネルを全力で応援してください。そうしないとね、このチャンネルはマジでなくなってしまうかもしれません。ね、こんないいチャンネルを皆さんなくしていいんですか？いや、いいわけありませんよね。ということで、皆さん、我々も全力で応援しますので、皆さんも全力で応援してください。お願いします。ということで、今日の授業はここまでです。さよなら。さよなら。頑張れ受験生。